大阪学院の先発は丸山。1回その立ち上がり、西淀川4番の安藤がセンター前ヒット、先取点を奪います。その裏、大阪学院は2アウトからこちらも4番船谷がセンターオーバーの3塁打で同点。さらにこの回3点を加え、西淀川を突き放します。そして2回裏、大阪学院はこの日スタメン起用された9番秋山がライトへホームラン。永井監督の采配がまんまと的中します。大阪学院は投手陣も好調。4回2アウト満塁のピンチもリリーフで登板の椎葉が三振でしのぎます。その後も得点を重ねた大阪学院が9対2、8回コールドで西淀川を下しました。去年の甲子園ベスト8の PL は1回、2アウト3塁1塁のチャンスに5番浅田、詰まりながらも1、2塁間を破り1点を先制します。続く2回、今度は1番石田が三遊間を突破、一岡のレフト藤井の好返球もありましたが、セカンドランナー南の足が一瞬早く2対0。4回にも1点を追加した PL に対し、一岡は5回、4番伊藤が真ん中のスライダーをフルスイング、レフトへ特大のソロホームラン、2点差とします。しかし PL はその裏、浅田のこの試合2本目のタイムリーで再び3点差とすると、6回には前川のツーベースなどで3点を追加。そして7回、9番前田がタイムリーを放ち8対1、2年連続出場へ一歩進みました。1回裏、行政はフォアボールのランナーを3塁へ進め、4番西尾がセンター前へ。行政が素早く先手を取ります。5回から小刻みに得点を重ねる三大附属は3対3で迎えた8回表、2アウト3塁で3番久保がライト前へタイムリーヒット。終盤で突き放したかに見えましたが、粘る行政はその裏、1番長山がレフトオーバーのタイムリーツーベース、すかさず同点とします。9回の裏、行政の攻撃、ノーアウト1、2塁で6番井上の打球は右中間へ。これをセンター金田がファインプレー。しかし続く7番清家のショートゴロの間に3塁ランナーがホームイン。行政がさよなら勝ちを収めました。試合は2回裏、大阪学院大高は2アウト満塁から9番古谷が1、2塁間を破る2点タイムリーで先制します。4回にも1点を加え3対0とリードします。5回表、突然制球を乱した学院大のエース椎葉、満塁のピンチからフォアボールとデッドボールで2点を失い1点差に詰め寄られます。しかし7回、ワンアウト2塁のチャンスに2番菅野のツーベースで1点を追加。さらに4番船谷のセンター前タイムリーでこの回2点、8回にも1点を加え6対2と東海大行政を突き放します。エースの椎葉は5回以降立ち直り、大阪学院大高春夏連続まであと2勝です。北陽対 PL 学園の一戦ご覧ください。屈指の好カード、北陽対 PL、 1回裏2点を先制された PL、 2アウト満塁に6番佐川の2点タイムリーで同点、勢いに乗ります。6対3とリードした PL でしたが、7回北陽も1点を返し、3番結城、レフトの頭上を抜くツーベースで同点にします。しかしその裏、 PL はフォアボールのランナーを置いて7番南がライト線に落ちるラッキーなスリーベース。これで試合が決まり、北陽の夏は PL の前に消え去りました。胸張って俺言うわ、ありがとうございました。上宮は1回、4番大君がランナー2人を置いてバックスクリーン右場外に消えるスリーランホームラン。本当彼のパワーには驚きました。3回にも大君がライトへタイムリー。上宮4対0とリードを広げます。上宮打線の鋭い振りに思わず見入ってしまった私なんですが、4回には永田君のツーランなどでまたも4点、6回にも2点を加えて10対0、上宮7年ぶりの甲子園に向けて準々決勝突破です。春夏連続出場を狙う大阪学院は4回、7番秋山のスクイズで手堅く1点を先制します。しかし喜びもつかの間、対する上宮も5回、1点を返しなおも2アウト2塁で5番永田は大阪学院のエース椎葉にツーナッシングと
追い込まれながらタイムリーツーベース、2対1と逆転します。さらに上宮は9回ランナーを2人置いて2年生ながら4番のタイが今大会2本目のチーム11本目のとなるスリーランホームラン。ここまで全試合に登板した椎葉、力尽きます。上宮の2年生ピッチャーの山田は9回も大阪学院に反撃を許さずゲームセット。好投手椎葉を攻略した上宮、7年ぶりの甲子園まで。2年連続夏の甲子園を狙う PL 学園は3回ランナーを1人置いて4番ピッチャーの前川の2試合連続となるツーランホームランで2点を先制します。一方大阪桐蔭も5回、同点に追いついた後なおも2アウト1塁で3番北川がセンターオーバーのタイムリースリーベースを放ち3対2と逆転します。その後両チームとも得点を加え4対4で試合は延長戦へ。そして10回今度は大阪桐蔭の主砲高野がお返しとばかりにレフトスタンドへ大きなツーランホームランを叩き込みますが、これで6対4。しかし PL もその裏一打同点のチャンスで1番谷畑がライトへ、これでランナーが2人返り6対6。続く石田がヒットでつなぎ3番荒金、 PL 学園がドラマチックな逆転劇で決勝進出です。共に強打を誇る上宮と PL、 試合は予想通り打撃戦となりこの人のバットで幕が開きました。 PL は2回4番ピッチャーの前川が上宮のエース立山のストレートを場外へ、前川は大阪大会4本目のホームラン。自らのバットで先制点を叩き出した前川ですが、3回すぐさま同点に追いつかれた後なおも2塁3塁、ここで上宮の4番2年生の対に逆転タイムリーを打たれ3対1とリードを許します。しかし5回に1点を返した PL は6回3番荒金がレフトへ特大のソロホームランを打って同点、さらに7番の谷本のスリーベースなどで5対3とひっくり返します。続く7回にはまたも荒金場外へツーランホームラン、準決勝でサヨナラヒットを打ったラッキーボーイが決勝で大爆発。最後は大阪大会を1人で投げ抜いた前川が強打の上宮に苦しみながらも完投、 PL2 年連続大阪を制しました。